今日のおかみ Vlog は初めての大腸内視鏡検査を受けます。大腸内視鏡検査を受けるきっかけになったのは10ヶ月前に人間ドックを受けた時に初めて引っかかります。ずっと行こう行こうと思ってたんですけど勇気が出ずにやっと10ヶ月目にして検査を受けることにしました。もう怖くて怖くてたまりません。やっぱり大腸内視鏡検査をやったことがある私と同い年の人はあまりいないんですが、再検査をすることはやっぱり大事なのでやろうと決めました。あの時やっとけばよかったとか思うのはね嫌なので、この動画をきっかけに大腸内視鏡検査どういうものをするのかとか、どういうものを食べちゃいけないのかとか、その検査の前に飲まなきゃいけないものとか、初めての私の大腸内視鏡検査初体験 Vlog で紹介していきたいと思います。ではで今検査の2日前なんですけど、食べるものが限られてまして、私が今ずっと食べてるものは白米と卵とお豆腐うどん。検査の時にいろいろ買わされるんですが、これクリアする大腸内視鏡検査食、検査の前日3食分あるんですけど、3食私普段食べないので、ずっとこの箱を見てたら、あ、もう食べたいなと思って、ちょっと今日はこれを食べたいと思います。箱の中身開けました。鮭がゆと肉じゃがと鶏と卵の雑炊、チキンクリームシチューとクラック、楽しみー。わーい、普通に美味しそう。肉じゃがけいいか、お肉も入ってる。うん、うまい、美味しい。ただいまの時間9時5分、説明書にはこれを全部入れてください。250ミリ以上の水。乾杯。お、匂いはない。お、味ない。普通の水や。これを全部飲みます。いや、なんか後半につれて薬の味がしてきた。うん、うわ、まずくないけど薬の味がする。あー、こっから5、6時間後にお腹が痛くなるかもしれない。当日8時今45分です。本当は8時に起きてもう一個の下剤を飲まなきゃいけないんですけど、ちょっと寝すぎちゃいました。今から飲む下剤はモブレップです。これを今から急いで作って飲みます。うわー、これね、これにお水を入れて薬を作ります。このガスコンっていうのをこれに入れます。
これに、まず1リットル入れます。ここまで。で、星のラインまで入れる。ここまでお水を入れて、よし。星のところまでいったんで、これを蓋を閉めて、こことここの薬を合わせる。お、なるほど。これを合わせて全部。これを1杯あたり10分かけてゆっくり飲みます。飲みます。あ、全然飲みやすい。ちょっと酸っぱい。ポカリなのかな。ポカリじゃないけど、なんか酸っぱい、なんか梅の味がする。小梅ちゃん、はあ、これ飲んだらまたうんこ行きたくなるんだよね。これを飲んでうんちが出た時間と何回出て何時に出たとかを記入しろって。昨日は何時に寝たっけな。3時で、お店終わったのが2時で、もう急いで帰って3時に寝て、朝の5時にお腹が痛くて起きたのか。けどあのお店でなんかこんなちっくちっく下剤飲んだでしょ。あの下剤が9時に飲んで、3時間後ぐらいにはもう腸がボコ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 って言い始めて、で1時にはお腹が痛くなってきて、だとうわあうんち出ると思ったらおならがブブブって出て、ここからもうトイレに来て行きたくなって一回出します。次がその朝の5時にお腹痛くてもう速攻飛び起きて走ってトイレに行って、そっから15分ぐらいかな、一番きつかったかな。お腹が痛くてうんちする時に変な汗も出てきて、出し切って痛みがもうないなと思ってそのまま倒れるようにベッドに行き、起きたのが8時半かな。まあ割と寝てるから元気です。飲みやすい、全然飲める。何を食べちゃいけないかリスト紹介します。1、海藻類。例としてあげると昆布、ひじき、わかめ。2、豆類。グリーンピース、枝豆、大豆。3、種類。スイカ、イチゴ、キウイ、ゴマ。で、キノコ類。えのき、しいたけ。で、その他がこんにゃくとか食物繊維の多い野菜、脂肪分の多い食品らしいです。検査当日の朝は朝ごはんは食べないでください。飲み物は水もしくはお茶を飲んでください。当日の持ち物は同意書と問診票と500のお水を1本持っていく。向こうで何を飲まされるのか私謎なんですけど、でこれ全部飲んでいくからまたあっちでもなんか出すのか。これが11時半ですね。の検査するんですけど、鎮静剤点滴みたいに打って寝てる間に終わってるみたいな。でもなんか寝てる間に終わってるって書いてあるけど怖いですよね。なんかあの申し込みに行った時は打ちますって言ってたけど、考えてたら打たなくてもいいから。だってその見られてる時に寝てる間になんか何かがあったらいけないんで、何もないんだけど自分の腸を生で見たいじゃないですか。で常連さんで
大腸内視鏡検査をよくやる人がいるんですけど、その方にいっぱい話を聞いたら、なんだろう、うってなるぐらいの痛みしかないから、そんなに苦じゃないよって。この薬を打つとしばらくちょっと寝るのかな、ぼーってして、あと自転車にも車にも乗っちゃダメなんだって、危ないから。でも私はこれが終わったらすぐ仕事なので、もうお昼過ぎぐらいに終わるのかな。それさえ終わればもう食べ物は何を食べてもいいので、楽しみですね。そう、もう見たくない人は見ないでくださいね、ここからちょびっとだけ。うんちの状態なんかね、1から4番まであるんですけど、これになったらいいらしい。もう腸の中がもう何もなくて、これってやばくないですか。このまっさらになった腸で検査が終わって、なんか発酵食品、納豆とかヨーグルトとかを食べると腸内環境がすごく整うからいいよってお医者さんに来ました。やります。楽しみでもあるけど、昨日もね、お客様と話してたんですけど、まだね20前半の子が人間ドックやりたいんですよねって話してて、人間ドックね、もう20歳超えたら行ってもいいと思う。結構たくさん調べてもらえるし、だからその子にもこういう検査をするしてるんだよっていうのを見せたいですね。ポリープがどうかないように。ポリープあったらどうしよう。でも意外にもうここ飲める。今9時4分、まだうんこは来ません。来ました、第1回目の便が。9時34分行きます。垂れに行ってきます。戻りました。9時43分便の番号これ2番かな。でこれをどんどん繰り返して何もない状態に持ってきます。今よく読んだら2リットルの下剤を飲んで、お茶か水を1000ミリリットル飲んでくださいって書いてあるから、全部で3リットル飲むの。もううんちのしすぎて寒気がする。痛いね。次ぎだ。何時？ 9時54分。行ってきます。番号が、まだ2番。聞いた。10時3番かな。もうこれを飲んだら終わり。無事終わりました。いやー、鎮静剤を打たずに施術したんですけど、やればよかった。ポリープもなくて、手術もしなかったので、先生には好きなものを食べていいですよって言われたので、おにぎりとおでんを買いました。で、
明日はお寿司のランチにも予約はしてあるので、それも気兼ねなく行けるし、お料理動画も思いっきり食べていきたいと思います。皆さんもぜひ大腸内視鏡検査受けてみてはいかがでしょう。それでは次の動画までバイバーイ。